このチャンネルの宅建ジョブエージェントさんの提供でお送りいたします。不動産業界で転職する非公開求人にご紹介可能です。詳細は概要欄ですよ。宅建ジョブエージェント、タナナ情勢書士の不動産大工、タナナ情勢書士一問一答編ということで、このチャンネルは完全独学で9つ資格を取った元上場企業のトップ営業マンである私が、宅建をはじめ資格取得に役立つ情報を発信するチャンネルでございます。ということですね、今日はこういうふうにですね、もうこれ実写ですよ。これは外壁構成ではございません。こう実写のセットでですね、お送りしていきたいと思います。もう年末ということでですね、皆さんしっかり集めておりますでしょうか。もう来年からですね、2022年のですね、宅建試験の合格を目指す方、そしてですね、今年合格をされてですね、これから不動産業界で活躍をしようと思っていらっしゃる方、はたまた宅建は合格したけれどもですね、趣味でこの動画を見てくださっているという方、まあ、いらんの方いらっしゃると思うんですけども、見てくださっている方皆さんありがとうございます。今日はですね、そんな皆さんにですね、私のことを少しでも知っていただこうということでですね、この企画をいきます。タナナ情勢書士に一問一答ということでですね、これから私にですね、20の質問を連続でぶつけますので、私がですね、それに連続で回答していくと、その中からですね、少しでも皆さんにですね、役立つ知識を提供できればと、そんな風に思っております。まあ、いろいろ脳書きは後にしてですね、まあ、早速始めていきたいと思います。それではいきますよ。タナナ情勢書士に一問一答、用意スタート。1、出身は長野県です。2、最終学歴は専門学校のゲームクリエイター科卒業です。3、持っている資格は行政書士、宅建士、マンション管理士、管理業務主任者、賃貸不動産経営管理士2級ファイナンシャルプランニング技能士、ビジネスホームエキスパート、敷金診断士、シニアライフ相続アドバイザー。ぶっちゃけどの資格が一番使える？行政書士です。今取るならどれが一番おすすめ？賃貸不動産経営管理士です。一番好きな食べ物はラーメンです。嫌いな食べ物はありません。みんな好きです。最近ハマっている食べ物は串カツ田中です。好きなゲームはドラクエです。好きなホテルはベイコートクラブと東急ハーベストです。好きな海外旅行先はグアムです。好きな料理は韓国料理です。不動産業界は好き？はい、大好きです。不動産業界にいてよかったと思うことは、自分で賃貸や売買するときに損をしないことです。今までで一番嬉しかった瞬間は子供が生まれた瞬間です。宅建受験生が年末勉強するならどの分野？民法権利関係です。ぶっちゃけ独学合格はおすすめ？はい、おすすめです。その理由は、仕事をしながら自分のペースで学習ができる、そして費用もですね、安くできると、そういうところでございます。ズバリ資格試験に独学で合格するための秘訣は毎日継続することです。来年の宅建試験に注意すべき点は、デジタル改革関連法案によるですね、宅建業法の改正だと思います。はい、以上でございます。まあ、ということでですね、少しまあ話をですね、ちょっと遡っていきますとですね、どの資格が一番使えるか、まあ、行政書士ですね。これはまあ単純に資格のないのが一番高いっていうのもあるんですけども、行政書士業をですね、私はすごいやってるってことは正直ありません。あんまりもう行政書士業やってる時間がないので、行政書士業ですごい稼げるから使えるとか、そういうことではなくてですね、まあ、単純にやっぱりですね、行政書士っていうものを持っているっていうことによって、まあ、ある程度この人はですね、法律関係のことをある程度は分かってらっしゃる方なんだなっていうふうに周りがですね、自動的に思ってくれるんです。これがすごくですね、仕事がしやすいです。そういう意味でですね、すごく使える資格だと私は思っております。ですから行政書士というですね、資格単体ですごい使えるというよりは、自分のですね、持っているスキルだとか、まあ、ビジネスにですね、すごく活かせる資格だというふうに私個人的には思っております。それからですね、今取るならどれがおすすめっていうですね、ところで、賃貸不動産経営管理士、もうこれはですね、もう間違いなくこれでございます。結局ですね、まあ、今国家資格になったので、ここからですね、どんどん多分資格の難易度が上がってきます。要するに試験のですね、問題が難しくなっていくということです。今まではですね、民間資格とかだったので試験難易度がすごく低かったんですけども、これからですね、もう宅建もそうなんですよ。昔の宅建試験とですね、今の宅建試験って全然難易度違うんですよ。多分皆さんがもし勤めていらっしゃる会社でですね、もう50代とか60代の方でも宅建持ってる人いると思うんですけども、その人たちが受かった時の宅建試験の難易度と、今年皆さんが受けたですね、宅建試験の難易度は全然違うんですね。もうそういう風にですね、もう会社の上司に言ってやってください。あなた取ったのいつですか？私が取ったのと時とですね、あなたの取った時とですね、試験の難易度全然違うんですよっていう風にですね、言ってやってください。もう本当全然違う試験だって言っていいぐらいですね、試験難易度が違うんです。それだけですね、やっぱり試験がですね、どんどん積み重なってですね、歴史がですね、長くなっていくと、どうしてもですね、試験問題っていうのはですね、難しくなっていくんです。何が言いたいかというと、今のうちに取った方がいいということです。それがですね、賃貸不動産経営管理書ですね、とにかく今のうちに取った方がいいという私の意見でございます。それからですね、好きな食べ物っていうところですね、ラーメンということなんですけども、私ですね、本当ラーメン好きなんですよ。もう例えば家系ラーメンも好きですし、二郎とかそういうのも好きですけども、最近はちょっとですね、もう胃もたれするので、あんまりそういうですね、激しいラーメン最近あんまり食べれないんですけども、とにかくラーメンが好きです。気がつくとですね、ラーメンを探して検索をしているってことは多いです。もう Google マップとかでですね、ラーメンって入れて勝手に検索したりとかしてます。最近ハマっているものですね、もう串カツ田中、これですね、めちゃくちゃハマっております。実はですね、この串カツ田中をですね、試食する動画をですね、実は撮ったんですけども、皆さんにお見せするのもどうかなと思ってですね、オンエアはしてないんですけども、実はですね、串カツ田中のですね、ランキングをですね、発表している動画があるんでございます。まあ、いつかですね、この串カツ田中のですね、ランキング動画もですね、どっかの動画に突っ込んでいければと思っております。まあ、とにかくですね、美味しいんですよ。私は特にですね、
ですね、紅生姜、それからですね、はんぺん、この辺がですね、とっても好きです。串カツ田中のですね、野菜類がとっても好きです。ナスとかですね、あとは椎茸なんかも好きです。それからですね、不動産業界にいてよかったと感じることですね、これはもう本当に自分自身が賃貸をですね、借りるときとかですね、家を買うときにですね、もう絶対に知識負けしないというところですね、絶対に自分がですね、損をさせられるっていうことがないということですね。例えば仲介手数料にしてもですね、そうですし、まあ、あとは何かの交渉とかもですね、もう物事がどういう流れで進んでいるのか、どういう人がどういう思惑でですね、これをやっているのかっていうのは全部わかるので、そうするとですね、もう交渉もしやすいですしですね、いつ売ったらいいのか、いつ買ったらいいのかとかですね、そういうところの判断がですね、やっぱりしやすくなります。これはですね、やっぱり不動産業界にいて本当に良かったと思います。もしこれ私不動産業界にいなければですね、賃貸で引っ越す時なんかもですね、ものすごい無駄なですね、礼金払ったりとかですね、手数料払ったりとかですね、してた可能性があるんじゃないかなというふうに本当に思います。まあ、それからですね、まあ宅建受験生が年末もし勉強するならどの分野ということなんですけど、まあこれ年末に限らずですね、だって今ぐらいのですね、年末から1月にかけてっていう話なんですけども、この辺でもしですね、宅建の試験勉強をもし始めようと思っていらっしゃる方いらっしゃれば、ぜひですね、権利関係の民法の部分をですね、やっていただければいいんじゃないかなと思います。今から宅建業法とか法令制限やると、まあもちろんそれでもいいんですけども、その覚えた知識を来年の10月の試験までですね、その知識覚えておかなきゃいけないですからね。覚えたものっていうのはですね、忘れないようにキープするっていうことにもコストかかりますから、要するに勉強しなきゃいけないってことですね。覚えたからそれでもう終わりっていうふうにはいかないんですよ。試験までそれをですね、覚えておくためには定期的に思い出すっていう作業、それはコストなんですね。こういうことがかかるので、そういうですね、暗記科目っていうのはですね、できるだけ後に回して、今ですね、まだ試験まであともう半年以上あるわけですから、何をやったらいいかというと、もし今から勉強できるのであれば、ぜひですね、民法の部分ですね、連帯債務とかですね、制限行為能力者でもいいですし、まあ、あとはですね、時効とかですね、まあ、そのあたりですよ。そういうですね、やっぱり理解するのに時間がかかるところ、慣れるのに時間がかかる部分をですね、今からですね、勉強開始したいっていう方は、やっていただいて、理解を深めておくっていうことをしておくと、それがですね、後々生きてきますから、今のうちからですね、法令制限とかですね、宅建業法は、私はあまりやらなくていいと思います。もちろんできる人は始めてもらっていいんですけども、どこからやったらいいですかっていう方に関しては、まずはですね、もう民法をやっていただくといいんじゃないかなと思います。特にですね、リベンジ組の方はですね、なおさらそれがいいと思います。もしですね、今この動画を見ていただいて、初めて宅建というものを知ったという方であれば、いきなりちょっと民法から始めると、すごいハードル高く感じるかもしれないんで、そういう意味ではですね、宅建業法とかから始めていただいても全然構わないんですけれども、もしですね、権利関係、民法の部分に時間をかけて得点をしていきたいということであれば、今の時期にやっておいた方がいいというのが私の考えでございます。逆にですね、これはもうゴールデンウィーク明けとかにですね、この質問をされたとすると、もう民法後回しになります。もう宅建業法からすぐやってくださいという話になる、そういう感じになります。民法に時間をかけられるのはですね、今だけとか、そういうふうに思っていただけるといいんじゃないかなと思います。それからですね、2022年の宅建試験で注意すべき点というところなんですけど、きり確定じゃないですけど、そのデジタル改革関連法案でですね、宅建業法の改正が入っているんですね。で、これはいつからですね、施行されるのかによってですね、今年の2022年の宅建試験に影響が出るかどうかは決まるんですけど、まあ今のところちょっとまだ分からないんですが、これですね、宅建業法の改正によりまして、これまでのですね、紙を用いた売買のですね、賃貸契約業務などが、相手方などのですね、承諾を得ることで、電磁的方法でのですね、対応が認められることになります。で、具体的に言いますと、契約書ですとかですね、重要事項説明書が紙である必要がなくなるんですね。相手方の同意を得て、データでの交付が可能になります。ようやくかって感じですけどね。またですね、その書面には、宅建士のですね、押印が不要になります。ここはですね、すごくポイントなんです。ですから、これ、押印が不要になるので、この法律がですね、どの時点でですね、施行されるかによって、これ、4月の1日の時点でのですね、施行内容によって試験問題が作られますから、それまでにですね、施行がされればですね、ここの部分に関しては知識をですね、アップデートしていただいて試験勉強をする必要が出てくるということです。現在もですね、オンライン対応可能な IT 重説とのですね、併用をすることで、重要事項の説明からですね、契約書などの交付とかですね、締結までを完全オンラインで完結させることがですね、可能になるということなんです。これですね、ぜひ覚えておいてください。いつから施行されるか次第で、2022年のですね、試験に影響するかどうかは決まりますので、そこのところはですね、注意してみておいてください。まあ、法律自体は一応もう決まっております。ということでですね、最後ちょっと重要なお話しましたけども、ぜひですね、来年の宅建試験合格目指して頑張ってください。来年の不動産大学もですね、リニューアルしてですね、楽しくなっていく動画になりますので、ぜひですね、もう今年合格された方もですね、来年まあ飽きないようなですね、工夫をしていきますので、ぜひですね、来年もよろしくお願いいたします。これはですね、年内最後の配信になりますが、ぜひですね、来年の一発目、元旦の動画もですね、見ていただければと思います。皆さんがですね、あっと驚くようなですね、動画を来年も配信していければと思っております。ということで、良いお年を。そして、また明日。